にゃ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 にミリオンいくと思います。この時代に。この時代にですか、はい、本当にありがとうございます。90年代みたいな感じで、この時代来るんですね。はい、いや、もう、はい、行きますから。行きますか。ちょっと渡しますんですけど。何ですか、はい、お菓子のところに。なんでそんな、いちご屋みたいな。ね、いちご屋じゃないんですけど。来週行ってきますんで。はい、分かりました。今回、ね、曲紹介やっていただいたんですけど。曲紹介、はい、させてもらいました。ところによると、たくさん実はね、はい、作ってくれたみたいなんで、あ、もう本当にそれしか僕やること今ないので、いやいやいや、もうほぼ毎日のように作ってまして、全部まあ嘘800なんですけども、ね、ちょっと聞いたけど、はい、結構嘘800なんですけど、せっかくですから、はいはい、この YouTube で何個かだけ、はい、いただいてもよろしいですか。じゃあ猫ひろしさんの、はい、いいですか、はい、もう何個かありますので、なんか大体想像しました、はい、はい、猫ひろしさんは自動ドアが全く反応しないそうです。それではどうぞ。それは本当です。あ、本当です。すごく低いんで反応しない時あるんです。センサーが、あ、センサー、そうそうなんです。そうですか。どっかで見られてるのかな。あ、じゃあこれは本当な情報かなって、次お送りするのはこれもしかして本当じゃないかなと思う情報あります。曲紹介ありました、はい、いいでしょうか。お願いします。はい、猫ひろしさんは全然猫舌でも猫背でもありません。どうぞ。いや全然姿勢いいですし、姿勢はでも僕は、はい、めちゃくちゃ猫舌です。あ、そうですか、はい、すみません、はい、猫舌です。それはじゃあメモっときます。今後もしまたちょっと、はい、猫舌だったんですね、はい、あと犬飼ってます。あ、犬なんですか、はい、そこは、はい、猫アレルギーではないです。あ、猫アレルギーなんです。だから犬を飼ってまして。分かりました。ちょっとじゃあメモっときます。はい、次に今回また役立てていただきます。分かりました。最後もう一個だけ。あ、分かりました。じゃあ今想像して、はい、あ、いいですか。何かちょっといいですね。分かりました。ちょっとじゃあなんか食べ物系のネタをよろしくお願いいたします。はい、昨日はイカフライを食べた猫ひろしさん、最初の一口で中身が全部出てきてしまったそうです。それではどうぞ。当たってないけど当たってました。どういうことですか。いや、もうそうなんだなって自分もなんか納得させられました。全部出ちゃう、嫌ですもん、ね、嫌です。素晴らしい、ね、これCD の方もまた素晴らしい、今のも素晴らしかったです。CD の素晴らしい前工場が入ってますね。邪魔しちゃってすみません。いや、本当にありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。7月29日、はい、ネコピアノ、お楽しみください。あ、ピアノさんも。にゃ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 に